カマル・ウスマンは、ナイジェリアの男性総合格闘家。エド州アウチ出身。アメリカ合衆国フロリダ州在住。アンクススポーツ所属。現 UFC 世界ウェルター級王者。UFC パウンド4、パウンドランキング1位。ザ・アルティメットファイター21ウェルター級、トーナメント優勝。アフリカ出身者及び、ナイジェリア人史上初の UFC 世界王者。 ナイジェリアのアウチで生まれベニンシティで育つ。2歳の時に父親が薬学の勉強のためにアメリカ合衆国へ渡り、8歳の時に家族でアメリカ合衆国のテキサス州に移住した。高校からレスリングを始め、卒業時には53勝3敗の記録を残す。大学進学前にレスリングのシニアナショナルトーナメントで後の UFC 世界ライトヘビー級。 王者ジョン・ジョーンズとの対戦経験がある。ネブラスカ大学カーニー校では NCWA ディビジョン2で一度優勝し、オールアメリカに3度選出され44勝1敗の記録を残した。卒業後はオリンピックトレーニングセンターでツアーガイドの仕事をしながらレスリングを続け、2012年に総合格闘技デビュー。2015年2月リアリティ番組。 ザ・ウルティメット・ファイターのシーズン21に参加、ブラック・ジリアンズに所属。ウェルター級トーナメント1回戦でマイケル・グレーブスと対戦し、2から0の判定勝ち。準決勝でスティーブ・カールと対戦し、3から0の判定勝ちを収め決勝進出を果たした。2015年7月12日、ザ・ウルティメット・ファイター21フィナーレで行われたウェルター級 トーナメント決勝で、ヘイダー・ハッサンと対戦し、片方目で 2R 一本勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞し、ザ・アルティメット・ファイター21のウェルター級、トーナメント優勝を果たした。2015年12月19日、UFC 本戦初出場となった UFC オン、ホックス17で、レオン・エドワーズと対戦。六度のテイクダウンを奪い、グラウンドで圧倒して三から零の、 判定勝ち。2018年1月14日、UFC ファイトナイト、ステファンズ VS、ちょいで、エミル・ミイクと対戦し、8度のテイクダウンを奪い3から、例の判定勝ち。盛り上がりに欠ける堅実な試合内容となったが、試合後のインタビューで、本来の30%の力しか出していないと発言し、UFC 代表のダナホワイトから批判された。 2018年5月19日 UFC ファイトナイトマイア VS ウスマンでウェルター級ランキング5位のデミアン・マイアと対戦。マイアが15度にわたって試みたタックルをすべて切り、右ストレートでダウンを奪うなど圧倒して3から0の 5R 判定勝ち。当初はサンチアゴ・ポンジニッピオと対戦予定であったが、ポンジニッピオが怪我で欠場したため代役のマイアと対戦した。 2018年11月30日、ザ・アルティメット・ファイター、ヘビー・ヒッターズ・フィナーレで、ウェルター級ランキング3位のハファイル・ドス・アンジョスと対戦。2R に木村ロックを極められ、ピンチとなる場面があったものの、試合全体では、終始ドス・アンジョスを圧倒し続けて3から0の5、R 判定勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 UFC 世界王座獲得2019年3月2日、UFC235 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで王者対ロンウッドリーに挑戦。クリンチでケージに押し込みつつ、ボディへのパンチや膝蹴りでダメージを蓄積させ、テイクダウンも2度奪うなど、終始ウッドリーを圧倒し、ジャッジ3者が3から例をつける内容で大差の後、R 判定勝ち。 王座獲得に成功し、アフリカ出身者及び、ナイジェリア人史上初の UFC 世界王者となった。2019年3月3日、UFC235 の試合後に、マネージャーのアリアブゲルアジズと共に、カジノへ訪れていたところ、カジノのビュッフェの列に並んでいたコルビー・コビントンと、揉め事を起こした。2019年12月14日、 UFC245 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで、ウェルター級ランキング2位の挑戦者、コレビー・コビントンと対戦。序盤から激しい打撃戦を繰り広げ、3R 終了直前に、右ストレートでコビントンの顎を折るダメージを与えると、5R 終盤に、右ストレートでダウンを奪い追撃のパウンドで、TKO 勝ち。王座の初防衛に成功し、 ファイトオブザナイトを受賞した。二千二十年一月三十日、マイアミで開催されたスーパーボールのイベントにて、偶然そこに居合わせたホルヘ・マスビダルと絶戦を繰り広げ、一触即発の事態となった。二千二十年七月十一日、UFC u f c 二百五十一の UFC 世界ウェルター級タイトルマッチでウェルター級ランキング三位の挑戦者、ホルヘ・マスビダルと対戦し、 クリンチとグラウンドの攻防で終始圧倒して3から0の 5R 判定勝ち、2度目の大座防衛に成功した。当初は同大会でベルター級ランキング1位のギルバート・バーンズと対戦予定であったが、バーンズが新型コロナウイルスに感染し、欠場を余儀なくされたため、最終的に大会6日前のオファーを受けたマスビダルガウスマンと対戦することとなった。 2021年2月13日、UFC258 の UFC 世界ウェルター級、タイトルマッチで、ウェルター級ランキング1位の挑戦者、ギルバート・バーンズと対戦。2R に、右ストレート、左ジャブで2度のダウンを奪い、3R には、サウスポースタンスから、右ジャブでダウンを奪い追撃のパウンドで TKO を勝ち、3度目の王座防衛に成功し、 パフォーマンスオブザナイトを受賞した。なお、この勝利で13連勝となったが、ジョルジュ・サンピエールが保持していた、UFC ウェルター級史上最長連勝記録の12、連勝を更新した。2021年4月24日、UFC261 の UFC、世界ウェルター級タイトルマッチで、ウェルター級ランキング四位の挑戦者、ホルヘマスビダルと戦アールに、 右ストレートでダウンを奪い追撃のパウンドで小勝ち。4度目の王座防衛に成功し、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。なお、この勝利により元 UFC 世界ミドル級王者、アンデューソン・シューバーの保持する UFC 史上最長連勝記録の16連勝に、次、ぐ、歴代2位の14連勝となった。長いリーチから繰り出される伸びのある打撃と、フィジカルの強さとテクニックを活かした。 ケージレスリングでの攻防を得意としており、クリンチスローやスラムなどのテイクダウン技術は UFC でトップレベルである。また、5R をフルに動き続ける無人像のスタミナも合わせ持ち、しつこいケージレスリングとトップコントロールで相手の得意分野を完全に封じ込め、終始持ち味を潰すクレバーなスタイルを心情としている。さらに、テイクダウンディフェンス率100%という数値が示す。 通り、キャリアにおいて、テイクダウンを奪われたことが一度もない。ありがとうございます。